皆さんこんにちは、カーラーヘッセストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。ということで、これから自動ドライビングガイドの、説明をお聞きしたいと思います。こちらでは自動ドライビングポジションガイドの方を説明させていただきます。で、自動ドライビングポジションフィッターではないというのがポイントでして、実は自動的にドライビングポジションをフィットするというよりも、推奨位置にまず我々が提案させていただいて、その後の個人的な個人差の体格なんかも考慮してベストな位置にガイドさせていただくと、体感していただくのが一番だと思いますので、してください。で、これはですね、こちらのカメラで目の位置を測定しております。じゃあ眼鏡してないの？眼鏡は大丈夫なんですが、申し訳ありません、マスクをちょっと取っていただくようになります。この体験はですね、ありがとうございます。マスクなしで、登録させていただければなと思っております。ですね、今ゲストさんというのが出ております、これはですね、すでに実は目の位置をあらかじめ測位しておりまして、ここですね、そうです、初めて、この車に乗る方ですねというふうに車自体を認識させていただいているものです。それも分かるんですね。はい、ドライバーパーソナライズの中にドライバーの新規登録というのがありますので、こちらからいきます。で、最初のエクスキューズが出るんですけど、これはですね、登録に5分程度かかりますと。何が言いたいかと言いますと、朝の忙しい時間とか、なんか雨が降っている時に荷物入れている時にこれが始まってしまうと、ちょっとまあ時間がかかって大変になるので、とちょっと時間に余裕があるところでできればなというふうなことになっております。ではですね、すいません、早速なんですけれども、身長の方を入力いただく必要があります、これ動かせばいいですか？すいません、このくるくるポンでやっていただけるくるくるポン、はい、こっち間違っちゃった、180センチなかったこれで162センチ。はい、では検査させていただきます、はい。で、体重は大丈夫ですか？体重は大丈夫です。ありがとうございます。個人情報。個人情報は大丈夫です。身長だけすいません。で、今もう目の位置を測位させていただきました。で、ちょっとそのシートの方にですね、ちょっとしっかり深く押しかけていただいて、先ほど登録いただきました身長と目の位置とを測位しまして、実はもう大体この辺だねというのは車分かっております。で、OK を押すと、自動的に、推奨、はい、ここボチッと押してもらうと。推奨位置が始まります。動いてます。あ、これでサイドミラーも一緒に動いてます。あ、シートの高さも、そしてステアリングの、上下、あとチルトと、あとこう奥行きと両方、これが私のポジションだそうです。推奨位置、推奨位置、これからですね、本当に吉田さんの位置にポジションにしていきたいと思います、というのもですね、これはあくまで目線の位置と、それから身長とを参考にですね、どれぐらいの体格の方かの大雑把にまあそう推移して、この辺りでどうでしょうというふうにさせていただいていますので、ここからですね、この参考というのがあるんですけれども、ここからこういうことができますかというふうな話と、それをできるようにするためにここをいじりますみたいな話のセットでガイドさせていただく、この機能になっております。なるほど、この位置だと確かに私のポジションより遠いです。そうですよね、足がやっぱり、こう伸びきっちゃってる感じ、ですね。そうするとですね、これで自分で、ちょっと近づけてみる、今年、ありがとうございます、スライド、これも足首に負担がかからないように、このぐらい、そこもうちょっと待っていただけると嬉しいです、ありがとうございます。で、まあもう一個足ありまして、今度はですね、ペダルに、アクセルペダルに足を乗っけただけで、ペダルがへこまないかなというふうなところを、見ていただけるんですけれども、足の自重だけでペダル踏み込まないようにするというのが、一つの狙いでして、これがもしも、踏んじゃうなと思ったら上げるし、むしろ押しにくいな、踏みにくいなと思ったら下げるし、になります。ここの高さ調整ですね。今、いかがでしょうか？大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。では、次に行かせていただきます。で、今度はハンドルの前後位置ですね。我々ハンドルの前後位置はですね、ステアリングに手を置いていただいて、この手首、すみません、ちょっと肩を後ろにつけていただいたぐらいで、これぐらいですね。で、これで手首がステアリングと重なっていたら、操作しやすい位置だろうというふうに判定することができます。今いかがでしょうか？大丈夫です。大丈夫そうですか。好みもありますので、もちろんこう、コントロールしていただいて結構なんですけれども、今、一旦はちょっと前後位置のデモンストレーションでして、もう一個あるのがですね、我々のドライビングポジションはですね、その操作機だけじゃなくて表示機もしっかり見ていただきたいと。そう思いますと、そのペダル、すみません、メーターがですね、ステアリングの間から見たときに上が切れてたり下が切れてたりしますといけないので、それを上下位置でコントロールします。いかがでしょうか？大丈夫です。大丈夫そうです。でももうちょっと、はいはい、
こんな感じです。あ、全然それで結構だと思います、はい。よろしいでしょうか。はい。では次に行かせていただいて、でドアミラーも先ほど気づいていただいたように動いております。で大体水晶位置は車の一部がちょっと3分の5分の1ぐらいですかね、見えて中心に来るようになってはいるんですけれども、これかなり運転の癖によって見たい範囲が変わりますので、ここも もちろん自由に設定していただきたいんですが、どうでしょう、うん、大丈夫です。あ、大体良さそうでしょうか、はい、ありがとうございます。では次に行かせていただいて、最後にですね、アクティブドライビングディスプレイ、通称ハッドですね、はい、こちらの高さ、それから傾きなんかをコントロールすることができるんですけど、どうでしょうか。大丈夫です。大丈夫でしょう。大体ですね、この今、大きい四角が見えてますけどね、この描画範囲でいろいろ出ますよというふうなことで、はい、はい、ありがとうございます。ではこちらでですね、一応、はい、ドライビングポジション確定なんですけれども、最後にですね、今回のこの登録したこの情報を次に乗ってきた時に他を認識して再現するような、覚えさせるシステムがありますので、顔の登録をさせていただくことになります。でこれをさせていただくと、こういった画面になるんですけど、まあ、ミラーをちょっと左右のミラーをゆっくりと横の左右こう覚えるのが OK です。顔を覚えさせていただきました。あ、すごいお利口、はい、ありがとうございます、はい、ということで私の顔を覚えてくれたそうです。でドライバーさん 1として簡単なアイコンを今、うん、一応割り振らせていただいてるんですけど、名前だとかアイコンだとかは、まあ、うん、後で変更可能だと、はい、でですね、ちょっとそのもう一個だけちょっと見ていただきたいので、ごめんなさい、マスクをまずちょっと外していただいて、はい、すいません。で、まあ、これで運転したよと、ここでまあもちろんドライバー13ですねというふうに認識してるんですけども、じゃあ一旦 IG オフしていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、乗降モードといってですね、うん、降りやすいためにステアリングを上げてシートを後ろに下げたと。じゃあ降りた設定の定義をするためですね、ちょっとドアを少しだけ開けていただいて、はい、でまた乗ってきたよということでドアを閉めていただけますと、あ、顔認識しましたね。あ、ようこそドライバー愛知さん、はい、ありがとうございます。これでまあ先ほど設定していただいたドライビングポジションをまた再現すると。じゃあまたエンジンかけていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。で操作機はだいたいこのように設定されていくんですけれども、あの顔と紐付けられているのは操作機だけではなくてですね、大体の設定画面というのが、うん、個人に、関連付けられています。例えば画面の表示ですね、画面の明るさなんかもコントロールされたものが最後車使った時と同じように再現されます。例えば今回ですね、メーターの文字の大きさなんかも変えることができます、うん、ちょっとまあ見ていただけると少し大きくなるような。あ、なるほど、はい、はい、で、例えば画面の描画の、うん、感じですとか、うん、こういったものもデザインが変わったりとかですね、明るさだとか文字の大きさだとかっていうふうなところを、コントロールしたものも全て、ドライバー1、3として紐付けられますので、乗り込んできた時にまたそれが再現されると。結構大きいというか多くの項目が登録されまして、うん、それだけじゃなくて、空調の温度だとか、風量だとか、それからオーディオの音量だとか、まあ、文字の大きさもそうですし、アクセル の IDM というシステムを我々に持ってるんですけれども、うん、そういったものの成績表だとかというのも紐付けて保存されているというような形になります。ありがとうございます。すいません、駆け足になってしまいました。とんでもありません、私も。ありがとうございます。しあいみチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。